ございます。
私あの食べるか寝るかの歌が多くて次は食べる、あのすごく食い地が張ってるんですよ、ね、あの食べ物に自分が食べ物になるなら何がいいかなと思って考えて、一番好きなのはあの炊きたてのご飯なんですけど、自分がなるなら、あの塩むすびのようになりたいなと思ってあの作った曲を歌います。塩むすび。
食べると寝るが両方出てくるお得な感じ、何にもしないっていう、ね、歌を作りました。私奈良から引っ越してきたんですけど、先々週耶馬渓に、先週から仕事も始まってライブもさせてもらえて、なんかすごく幸せです。恵まれて、リズムに合わせて。
首がわーっとやってきた。何にもしないをしていても大切なことはやってくる。一番最初に作った歌をウェディングソングで、すごい個人的な歌なんですけど、気に入ってて、あの個人名とかもすごい入れてるんですけど、それも CD に入れちゃった。カマヤンソングっていう、カマヤンっていう友達に作った歌で、ヤンっていうのはこっちの方でも使いますか？使う鎌ヶさんっていう友達に鎌やんっていうあだ名でつけて標準女子なんですけど、女子の可愛いよ。時間あと2曲ほど歌いたいかも。
ありがとうございました。どうも。さて、翔子さんですね。お願いします。